オンリーアップを超徹底解説していこうと思います。主人公はまず少年で貧乏な生まれ、手足が細いので食生活は偏っています。とはいえ落下体制とファッションセンスは異常者。まず始まると左手にセクシーお色気少年とそれに浴場する男がいますので、ここでコンディションを整えていきます。次にサッカー少年のビルがいるので話しかけておきます。今回は死んでいるので特にイベントはありません。このゲームの癒し枠です。でかいネクタイをつけて大都会の方を見ているので、大人になってね、向こうの世界に移住することを夢見ているんでしょう。今回は死んでいます。この鳥は撃破すると小銭を落としますが、銃がないので今はスルー推奨です。違法建築タワマンの前に育成失敗孫悟空がいるので見ておきましょう。亀仙人が育児放棄した世界線なので、ピッコロ大魔王が復活したら罪なので気をつけていきましょう。豚って人間より瞬間速度が速いんで要注意。200キロある豚がボルト並みのスピードで突っ込んでくるので、もし突っ込んできたらうまくローリングのタイミングでカウンターです。ユリカップルか。基本的にユリカップルってギャップのご利用しが有効です。私生活ではイケイケなんだけど、いざベッドだと M っぽく、逆に普段はいじめられっ子なんだけど二人っきりになると S 系が出てくる、そういうパターンを常に頭に入れておくと、ユリに対する理解度と対応力がググッと高まるのでおすすめです。オンリーアップは世界観重視のゲームなんで、上に行くっていうのはあくまでおまけで、ここにあるのが黄昏便器。便器っていうのはなるべく太陽光に当てた方が脱臭と滅菌の効果が得られます。ただね、排尿と排便が大臭にさらされるのが若干デメリット。綱渡りは基本的に横移動はしません。マウスによる視点操作で左右の動きをコントロールしていれば、そうそう落ちることはないと思います。落下って1億年以上前から生物の遺伝子に刻まれた恐怖なんですよ。トーマスの死骸まで来ました。トーマスって原作があるんですが、原作への方が殺意が高いんで気をつけた方がいい。アンパンマンとかスポンジボブは許せるのに、トーマスだけは許せないっていう人々が彼をここまで追い詰めたそうです。トーマスって前方が顔じゃないですか。だったら後ろの車両部分に開いた扉、こちらが何を意味するかは、まあ、この場では言う必要はないでしょうね。ケツの穴。さあ駅に着いたんで電車に乗っていきましょう。行きがいい電車ですね今回は。ゾウ、基本的に心優しいと思われているんですが、野生のゾウはね、凶暴で攻撃パターンも豊富な有名な初見殺しの動物の一匹です。だいたい足元がアンチかと思うんですが、鼻の可動域が長いのと足のダメージ判定が非常に薄い部位なので、足元を攻めるのはおすすめしません。特にね、学習能力も高いので攻め手を細かく変えていくのが攻略のポイント。ところでなんですけど、流し少年状態になってしまって二度と出られなくなってしまいました。赤と黒と白の電車といえば、そう、成田エクスプレス。都内と成田空港をつなぐ特急列車ですが、これね、めちゃくちゃ速いんですよ。加えて特急なんで駅にも止まらずホームを猛スピードでぶち抜いていくんですが、これを利用してね、あるものが一時期増えて大変だったんですよ。何かっていうと自殺です。当時はホームドアもなかったんで、飛び込んだ人がボーリングのピンみたいに弾けてったってのを何度も聞きました。弾けた頭部がキオスクの窓をぶち破って、パスモを出そうとした客よりも先に頭部が端末にタッチしてきたなんて、嘘か誠かよくわからん話も聞いたことがあります。ベッドだ。ベッドって人類史が始まる以前から存在するらしいんですよ。そもそも鳥が巣を作ったり、昆虫が巣穴を掘ったりとか、自分のテリトリーを用意してそこで体を休めるってのは動物の本能なわけです。本来はね、心地よくて安らぐ場所なのに、このゲームでは心臓を破壊しに来る悪魔のギミックです。ちょっと本題に戻りましょうか。ベッドのこの攻略で一番大事なのってやはりマットレスですよね。マットレスにも2種類あって、低反発と高反発。今回は桁違いな高反発ですが、眠り方によってどっちが合うってのは変わってくるそうです。横向きで寝る人は低反発、仰向きで寝る人は高反発。特に仰向きで寝る人は腰にね、負担が行きやすいんで、高反発の方が疲れが残りにくくておすすめです。睡眠ってのはね、人の活動に欠かせない要素なんで、睡眠時間が短くなりがちな現代だからこそ、質の良い睡眠が取れたらいいなって思いますよね。タマヒュン、抗虚筋反射とも言うそうです。まあ、何らかの要因で筋玉付近の筋肉が収縮することで感じる股間の謎の浮遊感の正体です。場合によっては女性も感じるそうですが、これは申し訳ないです。解説しきれない。ちょっと僕の調査不足ですね。次回までには用意してきます。で、山に雲がかかる理由ってのは、麓にある暖かい空気が風で山の上に押し上げられて、そこで急激に冷えるからです。進んでいきましょう。空中墓所まで来ましたね。墓所攻略の鍵はやっぱり場所選びかな。
管理費だったり、そもそもお墓参りに行くのに交通が不便だときついですよね。ここなんて交通の不便さなんて尋常じゃないですから、年取ったら二度と来れないですもん。あとね、みんながやっぱ墓地攻略でよくわからないっていうのは石材選びかな。やっぱり何十年って残るものなので、ちゃんと施工会社はね、口コミとか調べていった方がいいと思います。慎重にね、これくらい慎重の方がむしろいいと思います。サボテンだ。サボテンのサボってシャボン、石鹸を意味するポルトガル語なんですって。じゃあ天はどっから来たんでしょうね。ここが考察の試合があります。オンリーアップならではって感じで、サボテンって砂漠にあるイメージがありますけど、一部のそういう強いサボテンってガチで乾燥耐性だったり再生力がえげつないんで、特定外来種に指定されてるそうです。メトロまで来ました。メトロって英語じゃなくてフランス語、英語だとサブウェイでも、みんなが知ってるあのサンドイッチのサブウェイは地下鉄という意味じゃなくて、潜水艦型のサンドイッチ、サブマリンサンドイッチの作り方を略してサブウェイだそうです。ここ緊張感ありますよね。スノコってなんか端材を使った安価な便利用品みたいな印象があるんですけど、実は高級スノコなるものもあって、通気性がさらに良くなってたりとか、ヒノキとかを使って香りがかなりいいものがあったりとか、高いもんだと10万とかいくらしいですよ。これはドローン。ドローンに乗ったら一呼吸入れましょう。一昔に流行ったドローン少年のノエル君ってもう20歳を超えているので、ドローン青年になりました。とはいえ配信外からはもうドローンしてんのかな。ドローンだけにショタのパンツはスケスケですね。コンテナって値段もピンキリで、中古15万ぐらいから新品100万まで、倉庫として使うのが一般的ですが、実はねコンテナハウスってのが流行ってます。住居として住むにも安いし、事務所とかイベントスペースとかにしたらとにかくおしゃれ。僕は絶対住みたくない。剣道のすり足って状態を安定させたまま動けるすごい方法なんですよ。さらには静かに動けてバランスもいいという。私生活でもね、暗い夜道とか、あ、今日は気配消して静かに帰りたいなって時はすり足おすすめですね。他にも脳とかで使うすり足はまた違った意味があるようなんで要注意。ここまで徹底的に解説してきたんで、このオンリーアップがね、ググッとわかりやすく攻略しやすくなったんじゃないかな。まだまだ解説が足りてないところも多いんですかね。まあでもね、このゲームの一番の醍醐味をね、最後にお届けして終わりましょう。いける。タイミングよくいけば。いけ！頼む！頼む！うわぁ！ドラゴー！せめて、せめてこの下のポール、いや、もう、いや、もう、ああ、もういや、ああ、もういや、終わり、終わり、無理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 、もう、ああ、もう、ああ、無理です、こんな、無理です、もうさよなら、はい、ここまで来たってことを誰か、ああ、もう、ああ、もう、いやもういい、終わり、もう無理だ、これは終わっていいよ、もう無理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 、できるわけない、これもうそういうゲームじゃない、あのクリアできるとかできないとかそういう問題じゃなくて、もう合う合わないだから、これは俺には合わない、このゲームはもう絶対意味がない。なだって何時間無駄にするの、これで意味わからんだよ、って意味わかんない、あ、もうつい、あーもう、あー終わろ、これで終われる、このゲームの終わり方はこの、やめちゃえばいいんです、やめちゃえば、やめちゃえばいい、眩しい太陽。